もっくんチャンネル七井ママとレベゼンフォックスに感謝いたします。イエーイ、もっくんチャレンジ、イエーイ、もっくんです。京都で舞妓さんになってやるぜ。今さ、京都の祇園とこに来てんだけどさ、祇園見て、じゃーん、すごいでしょ。わあ、京都の風情ある街並みだ。風情あるでしょ。うん、もっくん今日ね、見て、どっからどう見ても舞妓さんでしょ、夕方のね、この時間帯ぐらいが一番ね、舞妓さんが通る時間なの。この顔にしたらさ、みんな舞妓さんだと思うと思うんだよね。本物の舞妓さんもいると思うから、舞妓さんがもっくんを見た時にさ、どういう反応するか見てやるぜ。絶対ね、愛想よくしてくれると思うから、じゃあ今からもっくん舞妓で祇園の街を歩いてやるぜ。イエーイ、じゃあもっくん舞妓行くぞ。はい、どう、かわいい、怖いよ。着物着てないだけでさ、どっからどう見ても舞妓さんでしょ。アフロの舞妓さんなんていないのよ。さっきからね、目線が気になるんだよ、舞妓さんいるみたいなさ。そう言われると。オッケーオッケーオッケー。アイオンのマイコ。マイコ。ない。じゃあない。ミンズマイコ。ちょっと信じるやん。いやいや、ライオフェア、ライオフェア、ライオフェア。ね、海外の方信じちゃうから。みんなマイコさんに会いに来てるから。白塗りの人ってモックンとマイコさんしかいないからさ。マイコさんでここ歩くの気持ちいいよ。めちゃくちゃ気持ちいいぜ。めちゃくちゃ怖いよ、本当に。あ、あ、舞妓さん、舞妓さん、舞妓さんじゃない？舞妓咲いた、舞妓咲いた。え、わあ、本当だ、本当だ。こんにちは。舞妓さんじゃなかったぜ。みんなモックのこと舞妓だと勘違いしてる。めっちゃ見てるから、めっちゃ。え？本当？I'm Michael. Good. マイコさん会えたな。いたね。こんにちはって言ってくれたぜ。あ、言ってくれたんだ。いやでもね、あの後もさ、めちゃくちゃ探したんだけど、全然いないぜ。いや、なかなか出てこないね。なかなかね、そのマイコさんと会うっていうのも、めちゃめちゃ大変だったと思う。あれそうじゃない？タクシーの中に乗り込んで、あ、入っちゃった。もうこういうのばっかりよ。舞妓さんいたぜ。いたね。もっくんをね、見た人がさ、祇園で舞妓さんに会えたって思ってると思うから、もっくん舞妓さんになるところで、もっくんチャレンジ大成功。イエーイ。七井ママとレベゼンフォックスに感謝いたします。イエーイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してやるぜ。最後まで見てくれて、もっくんハッピーだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。